クリーチャーは YT が作ったリフがあって、でも最初から行くべき方向はもう決まってた感じだったよね。そう、ちょっとなんかおバカな感じに しようみたいなのがあって、とにかくメロディーも何回か何種類か作ってみて、最終的には一番シンプルなやつでこれがいいよみたいなことを確かに行が言って、それで生でやろうっつって、スタジオ借りて俺がベース弾いて、ファイティーリズムギター弾いて、3人でせーので撮ったんだよね。あれはクリップ何テイクかなかったの？最初ね、ドラムとベースがいまいちしっくりこなくてちょっと練習したけど、撮り始めたら確か、もう 2,3 回しか撮ってないと思う。まあ、ソロの模様はだからちょうどその時に iPhone で行が撮ってたんだよね。最終的に OK になったテイクを撮ってたから、それがあのビデオになってる。なんとなくこの話なんとなく聞いて、もう一回あのビデオを見ると面白いかな。まあこんなとこから結構喋ったけど、俺がほとんど喋ったけど、こういうのもあり。もうちょい喋らしたい。じゃあ。